そうなんですよね、無から有を生み出す仕事ですので、おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はビル・ジョイさん、ビル・ジョイさんの名言で、自分がやらない限り世に起こらないことを私はやるということで、ビル・ジョイさんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。ビル・ジョイさんはアメリカ合衆国のコンピューター科学者であり、コンピューター技術者、 KPCB パートナー、元サンマイクロシステムズチーフサイエンティスト、 BSD 開発の初期にまとめ役として働き、VI テキストエディターを開発したことで知られている。漢字の勉強をしたことがあり、来日した際のサインなどで名前をビル・ジョイですねと書いているということで、まあここにテロップに出るのでちょっと今読んだだけだったんですけれども、ビル・ジョイさんってね、まあ、私もシステムエンジニアの仕事をしておりまして、今あのプロフィール見てびっくりしたんですけれども、VI テキストエディター、私もよく使うんです。まあ、Linux ですね。Ubuntu なんかをよく使ってですね、VI のテキストエディターでよく書いたりだとかするんですけれども、それをね、開発した方と。若い時にですね、VI のテキストエディターに出会ってですね、当時まあ、力もなかったのでですね、まあ、この使いにくいエディターなんだろうなと思ってたんですけれども、まあ、年が、こう重ねるごとにつれてですね、すごく使いやすいエディターでですね、まあたまに VI エディターをこう触ってですね、いろいろ頑張ってね、開発というまでかましょうか、まあいろんな設定をね書くときには VI エディターで書いたりしております。本当に自分がやらない限り世に起こらないことを私はやるということに対しても全く一緒でですね、みんながやらないことをやらない限りはですね、発明って何も進まないんだなと思ってますし、私もそうなんですよね、無から有を生み出す仕事ですので、何かないかなということでやっております。名言の YouTube もそうなんですけれども、名言ブログって結構あるんですよ。私もまあ書いてることもあるんですけれども、まあ、YouTube でこう発信する人ってなかなかいないなと思ってまして、じゃあだったら自分でやってみようかなということで、まあチャンネル作ってですねやり始めました。まあ登録者なんかほとんどないだろうと思ってやり始めたことだったんですけれども、まあありがたいことにですね、結構おられたりだとか、まあそのうちにね、YouTube のショートなんかも出てきて、もう毎日こう発信しやすくなったんですね。当時なかったですね、私がやり始めた時ってショートがなかったので、どうやって伝えていったらいいのかなっていうのを思ってたんですね。一番初めのこの動画見てた時にはやっぱりもう試行錯誤でやってましたし、すごく喋りも下手でしたし、そんな中でね、今でも下手なんですけれどもまあやり続けることがね、大事だなと思ってやり始めたことです。まあ本当に、ね、世に何かを革命と言いましょうか、革新を起こさないことはねない限りは人々の生活って良くならないと思ってますしね。まあ私もそうですけれども、これからもね、どんどんこういろんなことを発信して、もっといいものをね、作っていきたいなと思ってます。これはね、私はもうずっとこの死ぬまでやり続けることだなと思ってますので、今日もね、いい天気ですので、皆さんどこか行かれるでしょうか。私これからですね、まあちょっとどこか行こうかなと思っておりますので、はい、まあそんな時にね、またいろんなことを見つけてですね、発信できればなと思っております。本日も一日よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。